監督俺マイベストイレブン。前回に引き続き梅崎選手にご出演いただいております。よろしくお願いします。お願いします。さあ、このコーナーはこれまでの自分のサッカー人生を振り返ってもらいまして、自分自身が監督になりサッカー人生のベストイレブンを組んでもらおうという企画です。で、ベストイレブンを組むにあたって条件が2つ。まず1つ目、自分をどこかに入れること。そして2つ目、同じチームでプレーまたは対戦経験がある選手、この条件を入れて組んでもらいました。では前回のおさらいです。まず梅崎監督のフォーメーションが 3-5-2、 そして大輝さんのフォーメーションが 3-4-3 で、ゴールキーパーはお二人とも西川選手を選ばれました。そして梅崎監督ディフェンスが山根選手、森重選手、牧野選手、そして大輝さんが岩田選手、森重選手、三沢選手となりました。さあ、続いてボランチをここからは発表していこうと思います。前回ご覧いただいた方は分かるかと思いますが、梅崎監督はこれまで一緒にプレーしたことある選手で選んでいただいております。さあ、ボランチはどなたを選出されましたか？これも非常に悩んだんですけど、ちょっと僕も攻撃的に行きたいなと思いまして、はい、ワンアンカーで遠藤航選手を、はい、選ばせてもらいました。はい、選出理由は、いや、もう説明不要ですよね。今日本代表のキャプテンでリバプールですよ、プレーしていて、もうやっぱり代表戦見ててもやっぱりもうその中盤のエリアを一人で掃除してくれる、はい、潰してくれる、デュエル王ですから、ドイツブンデス2期連続でしたかね、確か。やっぱりあの対人能力、そしてビルドアップ能力も非常に長けてます、はい。まあ、あともう一つ、はい、このシステム上やっぱ3バックも攻撃的な選手を入れてて、牧野、山根は特にやっぱり攻撃参加をするので、そこのやっぱカバー能力だったりとか、レッツ時代はセンターバックもやってたので真ん中、まあ、ディフェンスラインにも入っても全然おかしくないプレイヤーなので、そういう意味合いも、うん、はい、監督としては持ってます。なるほど、はい、素晴らしい監督目線で、はいはい、では高松監督。あ、私ですか、はい、いいんですか。高松監督は、大分トリニータに在籍をしたことがある選手で選んでおります、はい、そういうことです、はい、で、子ですよね。子です、もう子の力という、現実は子です。はい、はい、あくまでも、はい、ボランチは、ボランチはアンカーエイジミンソンです。これもね、もうやっぱり守備範囲、もうエイジとこの 3-4-3 のメンバー選んだ中で一番キーマンはエイジです。もう全員攻撃好きだから、はい、うん、エイジがもうバランス取ってもう犬になってもらいます。もう守備は一人でもう走り回る、もう危ないところは潰してもらう。めちゃくちゃ走れますからね。そう、めちゃくちゃ走れるの本当に、はい、だからもう守備はもう守備範囲はめちゃくちゃあるから、もうこのチームが本当に生きるか生きない生きられないかっていうところではもうエイジ次第なところはあるのよ。でもそれをできるのもエイジ、それだけの信頼を、はい、置いてます。僕も選ぼうと思ったんですよ、はい、こういうの被せてこなくていいのよ。そしたらもう先に取ってたんでエイジを、さすがにここまで被せられない。いや、そうですね、やっぱ先輩立てなきゃいけないなと思って、うん、俺遠藤の方がいいよ。大丈夫です大丈夫大丈夫です。遠藤選手は大分トリニータでプレーしたことないですか、ね、はい、そうよ。だから遠藤がいいよ俺は。ガッツたらやけど、ね、どっちかってたらね、どっちかってたら遠藤がいい。すいません、ああ失礼しました。わがまま言うな、はいはい、あのエイジで僕もう一個いいですか、はい、あ、どうぞ。僕はダブルボランチしたかったんです、エイジだったら。やっぱ彼の良さってもちろん守備範囲広いんですけど、今でいうそのボックス2ボックスを初めてこう体現してた選手かなと思って、攻守にわたって本当にどれだけロングランできるか、攻撃もボックスに入っていける、で守備も戻ってボックスまで戻れる、あのペナルティーボックスのことですね、はい、やっぱこれだけできる選手ってっなかなかいなくて、なかなかいないね、はい、まあ、攻撃のところでも本当顔出すからね。いや、すごいっすね。結構ゴールもしてたりとかアシストもしてるのよ。そのダブルボランチの時はエジミウソンとトゥーリオっていうのがいたのよ、うん、その関係性はすごく良かった。良かったです、うん、まあ、ホベルトもいたんだけど、はい、その前はトゥーリオがすごく良かったの、うん、多分見てる人は分かると思う。トゥーリオとの関係良かった、ね、関係性がすごい良かった、はい、まあ、ダブルボランチにしたかった。そうですね、本当は渡ると
ダブルボランチしようかなって思ったんですけど大輝さんに取られたんで、はい、そういう言い訳は良くないよ。じゃあ次いきますよ、はいはい、続いては攻撃的ミッドフィルダーです、はい、さあではまずは梅崎監督真ん中じゃあ、うん、インテリオール的なところに柏木陽介とポンテかっこ梅崎、うん、かっこっていうのは、はい、あ僕がなんか出るのおこがましいなって思ったので、うん、はい一応、はい、おかしいですよねこれ自分を入れることって書いてますよね。そうですね、それダメですよね、ルール違反ですよね。、はい、どうなんですかそれ。ちょっとルール違反になってしまいます、ね、ですよね、はいはい、言ってください。まあポンテの途中から出ようかな。はい、それだと私もそういう風になりますよ。いいんですか、特別ルール許すんですか。それ梅崎にしてくださいポンテのとか。そうですね、はいはい、ですよね、間違ってますか。梅崎選手でいきましょう。ではじゃあ両方話しましょうか。はい、はい、じゃあまず柏木、はい、いやもう彼のパスセンスです。本当に僕が今までこう僕も受け手としてやっぱりこうランニングも得意としてやってきましたし、そのタイミングでそこ見ててくれるんだっていう持ち方をするし、で相手がこう分からないもなんかパスの出し方タイミングを持っていて、やっぱ彼ほどのその長短どっちもですね、ミドルキックもそうだし、いろんな球種を使い分けてパスを出せる、スルーパスを出せる。でポンテですね、彼はもう、うん、ザ10番です。それはダメよね、ザ10番。自分でいきましょう。ザ10番です。自分だよ、自分。いやもう、はい、それもう番組の企画が成り立たなくなる。あ、すいません、はい、はいはい、で途中から出る梅崎ですけど。、はい、まあ、ここに置いた理由は、理由はそうですね、はい、まあ、僕も柏木との相性はすごい良かったので、うん、まあ、彼からやっぱりツートップの動き足に対して空いたスペースに飛び出していくとかっていうところをやっぱりまずは狙っていきたいし、で、まあ、僕は出してとしても、まあ、若い時とは違ってちょっとプレーもできるようになってて、まあ、中盤がやっぱりダブルボランチじゃない分どれだけピックアップしてビルドアップも関われるかっていうところも非常に大事なので、そこのこう潤滑油じゃないですけどっていうふうにもこのシステム上になっていけばいいのかなと思って、はい、ベテランとしての味も出していく、はい、さあ続いて大輝さん、私ですね、まあ、エジがアンカーに置いて、はい、その前に3人置きました、はい、右から高橋大輔、あ、取られた。で真ん中に金崎ムーで左に清武です。もうね、また一つのポイントとして高橋大輔、これ彼にも犬になってもらいます。まあ攻守においてハードワーク、はい、彼はできるんですよ、攻撃も守備も。もうだからみんなに愛されてる、うん、ね、もう言わなくても分かる、はい、M 分かるでしょ、自己中。やりたい、やりたい、やりたいようにする子ですよ。もう子で負けたらもう交代するぐらいの、うんうんうん、もうそこは絶対負けたらいけないよっていう、はい、まあ、そこで局面を打開するとか自由に動いていくことですよね、うん、まあ、まずボールを保持するチームだから、うん、もう攻撃チームだから、もう攻撃がもう7割ぐらいのイメージで聞いてほしい。で清武、もう清武も言わなくても分かる、もう賢い選手、バランス取れる、まあ、エッジが大変だなと思ったらボランチ下がったりとか、大輔も下がったりとかできる選手だから、こういう個の選手を選んでるわけで、清武なんか本当にね違いを見せれる選手だから、攻撃においてもキッカーもあるし、まあ、柏木にちょっと似てる部分もあるしね、まあ、清武は大事な選手かなっていう感じですかね、うん、力強いです、ね、すごいよ、だって7割も攻撃だから。もう取られたらいけない、まずボールを取られることが許されないチームだから、まあ、チャレンジして攻撃の時にチャレンジして取られるのはいいけど、まあ、あとまた前線の3人もそうやけど、取られるのを、ボールを取られることはあんまり良しとはしてない、予想はしてない。、うん、持ってる状態での持ってる状態で、もうこうで困ったらこれ高い。今回の放送はここまで。次回はついに梅崎監督、高松監督が選んだベストイレブンが勢ぞろいします。監督俺マイベストイレブン、次回をお楽しみに。いたわと思って、すげえのいたわ、すげえのいたわと思って。こちらもなんかすごいメンバーです、うん、お金のかかりそうなチーム、うん、もう見せるお客さんに、うん、エンターテインメントね、もう来て、お前今日は何どういう試合してくれるんだって、うわ今日はこんな試合してくれるの、もう全然戦術が違うサッカーを見せたい、うん。